2020年銀行員半沢直樹は子会社東京セントラル証券に出向していた。半沢部長がうちに飛ばされたの常務に立てついたからなんだよ。これはそのセントラル証券で繰り広げられる若き二人の成長物語である。セントラル証券の古いシステムのリニューアルをすることが決定。そのプロジェクトの雑用係として任命されたのが新入社員の浜村ひとみだ。やっぱり転職しようかな。 IT 企業スパイラルはそのプロジェクトを担当することになり、プロジェクトリーダーに任命されたのは中途採用でやる気のないプログラマー高坂圭。やってらんねえ。そんな二人がプロジェクトを通して巡り合うが、信じられるものなんて世の中ありませんよ。感じ悪い。その時ある事件が勃発する。半沢部長のパスワードが狙われたってことですか？半沢直樹のパスワードが狙われる。顧客の預かり金300億円を盗み出すことができるということだ。トロイの木馬なんていつどこで感染したんだよ。人望と仕掛けられる罠。出そうな口聞きやがって。若き二人はシステムを完成させ半沢のパスワードを守ることができるのか。自分を支えてくれた人たちに対する裏切り行為なんだよ。こんな俺のこと誰が信用してくれるって言うんですか？この危機を乗り越えられるのは一人の天才の力か。若本さん、プログラム止めて。やってるよ。それとも周りの人のことももっと信じてみてください。そこには愛と仲間との絆があった。やられたらやり返す。まさに今がその時です。お正月を彩る実力派俳優でお届けするスペシャルドラマ半沢直樹イヤー記念エピソード0、狙われた半沢直樹のパスワード。僕を信じてくれますか？1月3日夜11時15分。